ったきっかけはアルゼンチンブエノスアイレスに行ってこのハンドサインを作ったサンティアゴ・バスケスという方が一番最初に作ったラ・ボンバ・デ・ティエンポっていうグループのライブをイベントを見たのが最初ですね。でそのステージを見た時に、まあ、指揮者の方が立ってるのは分かったんですけど、なんでこんなに急に魔法のようにリズムが変わっていくのかっていうのにすごく魅了されて、でこれを日本に持ってったらみんながどんな顔をするのか、どういう風に楽しんでくれるのかっていうので興味を持ったのが最初で、でも私ドラムを叩いてリズムを扱う人間なんですけれども、その中でまた新たなチャレンジ、いろいろな世界がこのハンドサインによって見えるんじゃないかなという期待とともに、今エルテンというグループを立ち上げてライブをしています。ものすごくマニアックか、まあ、マニアックなんだと思うんです。すごく音に対してリズムに対しても16部32部にアプローチしていろいろなことを変えて変化を持たせて遊ぶゲームなので、マニアックはマニアックなんですけど、まあ、音を楽しむっていったところで大きくくくったらもうみんなが楽しめるすごいポップなものなんじゃないかなっていう認識でやってます。Thank you.
で言ったらやっぱりまだまだいろんなことが考えられるハンドサインだと思うので、それに対して貪欲に勉強していきたいっていうのもありますし、いろんな楽器と一緒に演奏することができると思うので、そういう機会をたくさん設けたいなというのはもちろんありますし、それ以外のことでもやっぱり自分が強い気持ちを持って心から楽しんで何かものを始めるっていうことをすると、周りもこんなに真剣に楽しそうに一緒に道を歩いてくれるんだなっていうのが今回エルテンポですごくよく分かったので、そういった意味でまた自分が浸水できるものが見つかったら、そういう気持ちを持って強く前に進んでいきたいなと思ってます。